どうもみなさん、こんにちは。中村です。よろしくお願いします。えー、早速ですが、本日の動画はこちらでございます。えーどん、ドンバイトやらかし列伝ということでね。えー、これ一回やったことあるんですよね。2年前ぐらいですかね。2年前ぐらいに一回やったんですけど、第2弾ということで、お待たせしました。第2弾ということでね。まあ、誰もね、待ってないと思いますけどね。えー、すいません。ということで、まあ、僕もね、バイトをね、一応もう今やめてるんですよ。バイトをやめてもう2年ぐらい経つんですけどね。まだバイトシリーズやるかっていうね。えー、どんだけこするんだってね。もうこ 声が聞こえてきますけどね。もうバイトこすらせてください。とバイトシリーズこすらせてください。よっていう。まあ。でもバイトの動画は多分久々なんですよね。久々ということは動画がね。もうやりたい動画が尽きたということで。じゃあもうバイトシリーズだっていうね。えー、こすったれこすったれバイトシリーズこすったれということで、本日はバイトやらかし列伝ということでもうね。あのー、今回話す話はですね。まあ、もう僕が20代前半。僕は30歳なんで今、今20代前半に起きた出来事として見てください。 もう、今は、こ、こんなことしないんで。今はこんなことしないんで。20代前半、あ、あ、中村も若い頃あったんだ。若気のイタリんで。 中村の、中村の若気の至りだなという感じで見てください。もうね、もう今日喋ること一切ね、もう今はもうこんなことやらないんでこの、もう言っとかないとね、こんな時代だから言っとかないともうこんなこと今はやらないんでね。えー、僕の本当に7年前、8年前 ?8 年前 ?9 年前 ?7 年前まあ、そこら辺ちょっとわかんないですけど、そこら辺の話をしているという目線で見てくださいということで、本日もよろしくお願いします。 一つ目のバイトやらかし列伝は僕がカラオケで働いてた時に起きた出来事です。えー、カラオケにですね、大学生集団が来たんですよね。まあ、カラオケは基本的にね、大学生の溜まり場ですからね。で、もう大学生集団がもう,もうたくさんお酒飲むんですよね。バカみたいなお酒飲むんですよ、ね。カルピサワーはください。カルピ、カルピサワーはピッチャーでくださいみたいな、ね。あんなのピッチャーで頼むもんじゃないですからね。それカルピサワーでバーっと飲んでね。で、みんなで酔っ払ってね。一人の男がもうベロッベロに酔っ払って、あの、受付の前でね、そのフロントの前でブーってゲローね、ブーって吐いちゃって、もうフロントのね、もう がもうゲロだらけになったんですよね。すみません、だらけになったんですよね。でも他のお客さんも来るから迷惑じゃないですか。その掃除してくださいで言いたかったんですけど、そのブーって入った本人はですね、もうフラフラもう酔っ払いすぎフラフラでその受付の近くのソファーで寝ちゃったんですよね。で、まあしょうがないと思って一緒に来てたその大学生集団に言ったんですよ。すみません、あのお友達がはかれたんで、すみませんあの代わりに掃除お願いできますかつって、で三四人ぐらいがその受付の目の前に来て、そしたらその三四人ぐらいね、もう男女混合の三四混合っつうなんかすまちょっとオリンピック 引っ張られてましたけど34人ぐらいがちょっとゲロを見て「えー、お前吐いたんだうわゲロきたねゲロきたね」って言った、えー、その大学生集団に放った僕の一言ですね「えー、へらへら笑う前に掃除をしろ」っていう、えー、言ってしまったというもう我慢の限界が来てねあんまりねそのお客さんに言うもんってないですからねタメ口でね「へらへら笑う前に掃除しろよ」ってねもう目がんきまで出ちゃいましたけど「へらへら笑う前に掃除しろお前何笑ってんのいやその他のお客さん迷惑ですかへら笑う前に掃除しろよ え、そうじゃな帰るよってね。言ってしまいましたから。今は言わないですからね。うん、僕が23歳頃かな。24歳頃かな。うん、その時に言いました今は言わないですからね。ヘラヘラ笑う前い、そこじしろと言わないですからね。でもその時プチーって来ちゃったね。やっぱ、ちょっと他のね、方に迷惑かかるから、やっぱ他の方に迷惑かかること僕嫌なんでね。だから、ヘラヘラ笑う前い、そこしろって言っちゃいましたけどね。あともう一つはですね、僕がカフェで働いてた時にですね、もうめちゃめちゃ忙しかったんですよね。渋谷のカフェで働いてたんですけど、めちゃめちゃ忙しくて、 で、そのなんか、一人、なんかまあ、バイトの、バイト副リーダーみたいな、そんな言葉存在しないんですけど、バイト副リーダーみたいな人がいて、なんかその人が多分もう忙しすぎてイライラして、そのなんかバイトにすごい当たってたんですよ、強い口調で。で、なんかその僕に対して、ちゃんと早く持ってって早くもっとスピード上げてとか言ったんですよね。で、そいつ、その日、めちゃめちゃ遅刻してたんですよね。え、そのバイト副リーダーに、え、放った一言ですね、え、あんたの遅刻でこうなってるんでしょっていうね。そう、その人が遅刻したおかげで、そのいっぱい仕事が溜ま ってててててっっっ結局そののの追いついな状況ああんんんたたででこうなってるんでしょうって今はこんなこと言わないですからこんなのも言っちゃダメですからねもうそのそれをグッとこらえるのが大人ですからねそれをグッとこらえるのが大人ですからもう今はもうこんなこと言わないです今はもうこんなねもしなんかね中村くんちゃんとやってちゃんとやってよとかもし言われたら僕はこうグッとこらえてわ <laughs> かりましたえー、バイトやらかし列で2つ目はこちらでございます配達中にマップに惑わされるということでね僕あの34年前でですねあので前 ガンでバイトしてたんですけどね。その時やらかしちゃいまして、あの届け先のルートがマップに出るんですよね。で、そのルート通りに行ってても、たまに行き止まりとかがあるんですよね。え、これ壁だけどって、え、これどうやって配達するの？見た時があるんですよね。で、この時もなんかマップに惑わされまして、なんかその横断歩道があるかなと思ったんですよ。そのルート通りにしたらね、そしたら横断歩道がないんですよね。で、もう。 でっかい交差点なんで、向こう、向こう行けないんですよ。横断歩道を渡らないと。え横断歩道ないけど、ど、ど、どうやって渡るのと思ったら、歩道橋が目の前にあるんですよ。え歩道橋まで案内されたと思って、え僕、チャリだけどと思って、え歩道橋どう上がれとっていうね。そのエレベーターとかもない歩道橋ですからね。もう担いで、歩道、歩道橋でチャリ担いで、もうバック背負って、<laughs> でもう中にホイコーロ一つだけ入ってね。もうホイコーロ一つだけのため、に何やってんだ俺はってね。歩道橋にね、もう、チャリ担いで。へへへへへへへ え、とか言ってね、歩道橋渡ってね。で、わーってもう、やばいやばいやばい、もう時間通りにね、届けることができないと思いながらね、ばーってチャリこいてね、もう、両津観吉ぐらいもう、ぶわーってこうやって、てれてれてれれてれれれれつね、もうその、もうこっち亀のね、もう BGM が流れて、てれれれれれれれ、テれテレホイコーロー待っててね、とか言ってね。そしたらもう、またこのマップが、なんかガタガタの、ガタガタ、もう、地面がガタガタの坂道案内しやがってね、こうやってね、てれれ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 って、てれれれれれれって、 あ、やばい。ホイコーローの汁がと思ってね。多分中でね。一応固定はしてるけど、絶対この、このガタガタは絶対にもうホイコーローグワングワンなんて汁が飛び出てんじゃねえかって。テれてれてレだったんですけどね。もうなんか BGM が切り替わってね。は、るの、木漏れびの中で、君の、やさ、 やばいと思って、でもう絶対ホイコールの汁飛び出てると思ってね。やっとこうタワマンにね、タワーマンにホイコール1個だけね、持ってってね、そのもうタワマンについてからですよ、タワマンについてから。そのタワマンについてからもうなんか3回ぐらい認証がいるんですよね。なんか3個ぐらいその何、オートロックがあるとこでね、もうエレベーター乗るのにも、乗るのにもその相手の許可がいるみたいなね。ふざけんじゃねえよって、ホイコール1個のためになんで3回も許可いるんだと思いながらね、もう持ってって、でも申し訳ないと思って、で案の定こうパってね、このバッグ開けたら、バッグ開けたらなんかホイコールの汁がちょっとだけだ、 もうちょっとだけなんか、やっぱりこ,うこぼれてるというか、なんか染み出てるというか、もう申し訳ないと思う。なんか置き配だったんで、そのホイコロ1個こうやってそっと置いてね、玄関。で、こうやってもう、こうやってなんかその、なんか墓参りに来てるのかって思うぐらいこうやって、ほんとに、すいませんでした。本当すみませんでした。でも、マップが、マップが、本当すみませんでした。申し訳ないです。歩道橋で。 はやっまたチャリ担いで帰って。で、まぁ、あ、結局、その、なんか、なんか惹かれるんですよね。結局、その、なんか汁とかこぼれてたら、多分なんか、無事に届けることができなかったって、給料から天引されててね。まぁ、あ、もうそれでしょうが、自分のね、ミスなでそれしょうがないですけど、もう今だ,今だったらね、もう今だったらしないですけど、うん。今だったらしない。三つ目のバイトやカス列伝はこちらでございます。スタンプラリー残飯食いということでね、えー、これはどういうことかと言いますと、僕あの、某飲食チェーン店で働いてたんですよね。あの、中華のあの、ば、み、 で働いてたんですけどね、その時にちょっとスタンプラリー、残飯ンン食いしちゃいまして、あのこれはですねあのお、お客さん帰るでしょ、お客さんが食べきれてないやつあるでしょ、まあ、食べきれてないって言っても、そのあんまりこう手つけてない感じのやつ、あんまり手つけてないやつの感じをこうチェックしておくんですよね。 こうチェックしておくと、あ、なんか、この、なんか、たぶの人って,て残しそうだな、チェックしておくんですよ。そしたら案の定残してるんですよね。で、まあ、バッシングせずに残しとくんですよ。で、バッシングせずにというのは、なんか、他のこと、中村太が他のことやって、わかりました、つって、えー、後々、バッシングすると。ここはバッシングする。ここもバッシング、バッシングするってね。いろんな拠点を置いとくんですよ。あ、ここはこれ、えー、ビチリが残ってる。えー、ここは、え、ンチ池が残ってる。えー、ここはホイコーロが残ってるみたいな感じで、もう、チェックしておくんですよね。もう、スタンプラリーのようにね、もう拠点があるわけですよね。で、なんか、他のこと終わった時に、じゃあ、中村がバッシングお願いね スタンプラリーのようにはい、えー、ホイコーロー、エビチリ。 油淋鶏みたいな感じで、ね、ポンポンポンみたいな感じで、えー、ここ OK、ここ OK、ここ OK、ここ残飯食い 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 OK, ここンン食い OK みたいな感じで、もうスタンプラリーポンポンポンみたいな感じでね、もう食べてたんですよね。もうその時本当にね、人生で一番お金がなかったんですよ。人生で一番お金がなかったんで、それは本当に許してほしいんですけど、こう食べてて、で、もうこの下げた後も、なんかその厨房でこれお願いしますとか言うじゃないですか、厨房の方にお願いしますって言いながらも、こうやって、と言った。と言て、中村君んと言った瞬間に、はい、なんですか。 はい。あ、今、避けてます、避けてます。はい。はい。はい。<laughs> はい、何すか あ、やりました、やりました、やりました。みたいな感じでやってたんです。その時の本当にお金がなかったんでね。そう、だからスタンプラリーのように残盤食ってたと。本当にね、もう助けられましたよ。本当にね。もう人生で一番その時お金がなかったんでね。本当にありがとうございますって感じだったんですけどね。まあ、カフェで働いた時はですね、本当にあのバイト先のみんながなんかの食料とかをくれてね。食料とかなんかたまになんかお小遣いとかくれたりとかね。その500円とかくれたりとかしてね、お金ないでしょってことでいや、ありがとうございます。みたいな感じでね。だから僕そのバイト先に行くたびに、こう思ってたんですよね。なんかその、え、バイト 先に炊き出しに来てるのかなって。え、バイト先に炊き出しに来てる俺なんかそう、恵んでもらってね。ほんとありがたいなーと思ってね。でも本当に感謝したいです。本当に感謝したいですけど、その全員の名前は、あの、ちょっとあんま思い出せない、思,思い出せないです。バイトやらかし列伝4つ目はこちらでございます。バイトテロリズム天国ってことでね。これはどういうことかと言いますと、僕はコンビニで働いてた時に起きた出来事なんですよね。バイトテロリズム天国はね。あの、コンビニで働いてたら、その店員あるあるなんですけど、その弁当についてる醤油あるでしょう醤油をつけたまま、 レンジに入れれちゃってパーンってて破裂するってあれでするあでよもう一回は絶対皆さんやったことあるコン,ビニコンビニでバイトしたことある人はもう一回ねもうその何上のレンジと下のレンジにその醤油つけたまま弁当突っ込んじゃってそのレンジがパーンパーンになった瞬間あったんですよでこれ本当ですよこれ本当ですよパーンパーンの後にそのコーヒーマシンあるじゃんコンビニってコーヒーマシンがそのなんか豆とかが切れた時にピーってなるんですよ それがこれ本当ですよ。これ本当ですよ。レジ、上のレジがまず醤油破裂して、パ下のレジ、レンジの醤油が破裂して、パン、パパン、ピーってええええええっ思って、パン、パン、ピー、パン、パン、ピー、パン、パン、ピー、飛ぼうやっぱり飛んじゃダメですね。こんな大人にならないために、今バイトしてる方はね、飛ばずに頑張ていや、飛ぼうえー、ベストオブコメントのコーナーでございます。前回の動画はですね、よし 来た絶好の時視聴者の友達これやめてくれねえかなエピソードでございましたえー、早速ですが前回の動画のベストオブコメントはこっち見ないでですおめでとうございます見るよチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします